まずはホームの松本です。ゴールキーパーはビクトル、今日は3バックで予想しました。右から宮部、大野、時田、そしてワンアンカーパウリーニョ、右が吉田、左隅田、そして2列目に菊井と米原、そして2トップ横山、村越と予想しました。それでは北九州の予想フォーメーションです。ゴールキーパー吉丸、4バック右から藤谷、藤原、川野、前田、そして長野と針ヶ谷のダブルボランチ、右佐藤、左池高、そして前川と中山の2トップと予想しました。右足振っていった、まずは菊井がファーストシュートを放っていきました。しかしクロスバーの上でした。藤谷にボールがつながる、タッチラインにはドリブルで上がっていく、1枚剥がした、さあ右サイドクロスを上げていく、ヘッド、さあ浮いたところ、いけたか、ここはゴールライン割っていきました。さあ縦に運んでいきます、そのまま左で自分で振っていきます。さらにシュート、吉丸、ここはクリアしていきます。隅田が狙っていきました。ここは北九州なんとかクリア。さあここはまだ松本ボールです。米原のシュート、左足を思い切って遠目から振っていきました。クロスバーのわずか上でした。手を上げた、ニアサイド、村越、無理な体勢から狙っていきましたけれども、これは枠を捉えることはできませんでした。さあここにアプローチに行く前川、長いボール、さあ横山走っていきます。オフサイドはなさそう。さあ仕掛けていく、ボックスへ侵入、右足振っていく、枠のわずか左でした。一つ横山らしいところが出ました。隅田、中央へ運んで、グラウンダーパスが通る、さあ横山左足、これは枠は捉えられませんでした。さあ北九州ボールを握って、あ、こうカットした、さあ横山スピードを持っていく、さあ横山ルーズになったところ、左足シュート、これは枠を捉えきることはできませんでした。最後吉田でした。ここを拾って藤川、前川、大野です。さあ榎本クロスが入ってくる、わずかに合わず、惜しいシーンでした。横山がここにいました。針ヶ谷だ、直接狙っていったがクロスバーのわずか上、ここで長い笛が鳴らされました。最後の最後、フリーキックのチャンスは生かしきれませんでした。終わってみれば0対0、スコアレスドローの決着ということになりました。